はい、皆さんこんばんは。というわけで、今月もやってまいりました、魔界上映会。本日はゲストにレスルワン大和ひろし選手をお迎えしてお送りいたします。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。レスルワンの大和ひろしです。よろしくお願いします。いやなんかですね、ちょっと頭に、ね、気になると思うんですけども。いや頭気になりますよ。はい、ちょっといろいろ苦労がありますからね。あ、私もこういうふうに苦労があってそうなってしまったんです。そうなんですよ。まあ、多分頭の髪の毛の方も、はい、最近もう僕真っ白なんで、そろそろこっちも黒じゃなくて、まあ、こう服装に合わせていった方がいいのかなって思ったんじゃないですかね。思って、あ、体が自発的にこう髪の毛を白くしていったっていう。そうそうそう、カメレオンと一緒ですよ。あ、なるほど。こう周りの環境に保護色になっていくということで、だんだん最終的にはもう顔とかもあの坪源氏さんみたいになっていくんじゃないかなと思うわけですが、あ、なるほど。ストレスですかって聞こうと思ったら、まさかの田植さんかって書かれてますけどもね。田植さん、はい、まあ、真っ白になるわけ、それぐらいあの苦労されているというわけでございますが、まあ、ちなみに32歳ですからね。32歳ですからね、その後まで納得できないですよ。32歳でそこまでなかなかならないですからね。まあ、普段ね、そのレスラーとしての活動だけじゃなく、いろいろ多岐にわたる活動をされて、まあ、ご苦労されているというわけでございますけども。今こちらと歌わないのですかって出ましたけども、はい、その歌の方で結構苦労しましたからね。ね、あの先ほども番組始まる前にこのコメント欄で、代々木公園では何があったんですかというのを。やっぱそこ聞いちゃいますよね。それって聞いて大丈夫だったんでしょうか。全然もう大丈夫です、はい、何かあったんですか、代々木公園で。僕は全く許可とかもう気にせずにあそこ歌ってた。言っちゃった。本当、許可がまた必要でして、はい、で許可が必要以前にですね、はい、まず台車を持ち込んじゃいけなくて。なるほど、なるほど。歌う以前の問題だった。そうなんですよね。で、はい、発電機を持ち込んじゃいけなくて、アンプを使って歌っちゃいけなくて、はい、だから本当全部ダメだったんです。なるほど。もうそこに行くことすら自体ダメみたいな感じだったんですね。そうなんですよ。ですから警備員3人に囲まれて、はい、だからあれ警備員だったんですよね。こうツイッターとか上げた写真は。あ、上げてたんですね。そうそうそう。いや、もうあれも上げなきゃちょっともったいないなと思いまして。まあ確かにめっちゃ美味しいですもんね。確かに警備員に囲まれる絵って確かに美味しいと思ってしまいますからね、我々は。あれ、まあ警察だったらちょっと、さすがにちょっと二の足踏みましたけど。まあ警備ですからね、言うと。警備ですから、そうそうそう。まあ、そのあたりからこうだんだん退職が進んできたと。そうですね。なるほど。まあちょっと先ほどツイッターでもちらっと見ましたけども、はい、ね。地元での興行であったりとか。そうですね、今度また、はい、2月にあったりであったとか、うん、あとは今度劇団。そうなんですよ。ボディープレスという、はい、今回この魔界上映会に大和選手をお越しいただいたのはもちろん魔界でお芝居もやっていただいたんですが、本格的にお芝居をされるということで、今画面の方に出ておりますが、あ、画面出していただいて、はい、25日、12月のもう来月ですね。そうです、もう我々からのクリスマスプレゼントですね、これは。お、ええふうに言いましたけども、ええふうに言いましたけれども、まあ、12月25日、クリスマスの、夜7時から、3日間にわたり全5公演というわけでございますが、はい、劇団ボディープレス初公演、生き様ということで、はい、あ、アキラさんはあれなんですね、出演されるわけではなくて。そうなんですよ、もう脚本というか、脚色ですね。はいはいはい、今はもう、鬼プロデューサーみたいな感じですか。もうそうなんです、今すごいもう、そう、まあ、明さんのその指導のもとですね、はい、やってるんですけども、はいはい、もう何をやってもいいねしか言わないんですよ、はい、全然鬼じゃない。いやいやいや、これほど怖いことはないですよ、ね、優しい明さん。普段ね、魔界のこの稽古の時なんかはもう常にあの末高夫さんの鬼のような形相でいらっしゃいますんで、はい、怖いものかなと思ったらいいねなんですね。そうなんです。なるほど。僕もそれをもう期待と言いますか、はい、その覚悟して、はい、まあ、練習に臨むんですけど、はい、何をしてもこういいねしか来ない。なるほど。まあ、それは実際もしかしたらね、まあ、ムービースターのアキラさんですからいいのかもしれないですけどもね。そうですね、はい。チケットは、11月19日から発売というわけでございましたので、もう間もなく発売、はい、これちょっとね、チケットピア、そしてローソンチケット E プラス、そして、レストランさんの方でも取り扱われているということで、これはちょっと俺も見に行こうかなって若干思ってるぐらい気になってますんで。あ、もうぜひぜひ、もう精一杯やりますんで、はい、ぜひとも皆さんこちらの劇団ボディープレス、旗揚げ公演にご期待いただきたいと思いますが、よろしくお願いします、はい、まず今日ご覧いただくこの魔界でございますが、はい、この魔界連投会では、大和ひろ選手、まあ、土方歳三という、はい、まあ、皆さんご存知の新選組副長で、ご登場いただいているんですが、最近魔界連投会結構レスラーが皆さん地声で喋るようになってきたんですが、そのきっかけになったのが実はこの大和ひろ選手なんですね。私がきっかけだったんですか。そうです。アキラ選手なんかはもう前から役者やってらっしゃったんで、喋れるのは分かってたんですけども、
やっぱり大和選手とかだともしかしたらと思ってこちら当ての音声を用意してたんですよ、はい、ですが初めて稽古に来られた時に試しにセリフを喋っていただいたらめちゃめちゃええ声やったんで、これはレスラーもいけんじゃないかということで、大和広選手を筆頭にこうレスラーが皆さん、芝居をするようになったのがこの魔界なんでございますが、本日は、魔界愛花そして魔界残機の、公演の模様をお届けしてまいりたいと思います。大和さん的にこう魔界といえばみたいなものありますか？魔界といえば、はい、なんかこうお客さんにもしかしたら今日普段ねレスルワンとか大和広選手が好きで初めてこの魔界をご覧になる方もいらっしゃるかもしれませんけども、はい、大和選手なりのこう見どころみたいなものがあれば前もってこうちょっとお伝えしていただければと。そうですね、いやもう本当新しいジャンルといいますか、はい、こうやって今、まあ、プロレスラーがいてで、はい、役者の方がいてで音楽の方がいるんですけども、はい、それがこうバラバラになるというのは本当に一つになって、ね、っていうのがもうそこでしか味わえないんですよね。なるほど、ありがとうございます、そうなんです。どこにも真似できないという自負を持って、お届けするこの魔界、今年の8月に行われました魔界愛花の模様新木場公演からご覧いただきたいと思います。それでは、本編の模様をご覧ください。どうぞ。これすなわち魔界というわけで、このご覧いただくのは会場で見るのとは違ってザ・ムービーとついておりますんで、ついてますね、ちょっと特殊効果なんかがついてくるわけですね。さあ皆さん大好きカッパが出てきましたよ。カッパが視聴者の皆さん大好きなんです。なんかねニコニコで流すとねみんなカッパってめっちゃ反応してくるんですよね、はい、長崎のヒロミみたいな人があって木戸丸のこと言ってるんですかね。この回あたりからこの皿の、ね、大きくっていうのが増えてきてるんですよね。はい、そうですね、うん、この放送中もね、もし質問等ありましたらどんどんコメント欄で受け付けておりますので皆さんどしどしお寄せください。普段これどんな質問が多いんですか？最近ねもうなんか質問という質問は来ないですね。むしろこのコメント欄はただの大喜利欄になってくるんで、はい、大喜利大好きなんで、はい、むしろこっちからねこう呼びかけというか質問していっても全然構いませんので、もしこう今お客さんがどういう風に見てるのか気になることがあったらガンガン、質問していただいても結構です。あ、はい、伝説の俵の塔そして大三島の小さな原因大堀康です。私がお前たちに用があるので。やっぱ湯川さんも人気なんですか？湯川さんやっぱ人気ですね。綺麗ところですからね。どうぞいらっしゃいました。こんばんは。やってますよ。この回佐藤由紀選手が初めてセリフを喋りましたね。ドーマの力が急激に強くなる。
その理由が分かる。せいです。おし。おし。やさ。ちょっと待った。ついに見て喋れなくなっちゃいます。あ、まあ、ここはまあお芝居の部分なんで、ね、あの初心者の方もね、このザ・ムービーの場合はこのテロップが出てきますんでね、ネームスーパーが、はい、ぜひともこちらを参照にしていただければと。それが男といえば、俺を自由にさせてくれる本大将に感謝だぜ。本大将か、どうだね、どうだ、安さ、何回過ぎるって言ってる人がだんだんハマってくるんですよ。だいたいみんなね、途中から入ってきてますから。どうですね、お約束ですね。まともにリングに入ってくることはなかなかないですからね。あ、レスラー名が分かるとって、あ、そういうことですか。あ、なるほどなるほど。あ、僕です、これ。はい。この試合で言いますと、越智康成が窓川選手、前田圭司が藤田美男選手、俵の東太がバッファロー、そして、大堀康房が佐藤悠基選手ということでございます。そうですね、この人たちはレギュラーキャラですね。僕は別にやられて放題はされてないですよ、家臣さんにも、はい、やったー。家臣さんがただ好き勝手やってただけですから。これなかなかコメントとか見ながら難しいですね。あー、慣れてきますよ、だんだん。はい、あ、レブがかっこいいらしいですよ。いや、すごい簡単に拾いましたよ。これね、多少化粧もしてますさかいに、ありがとうございます。でもこの時まで準備大変ですよね。僕はあの、そうなんですよ、あの結構控室で皆さん大変ですねって言われるんですけど、はい、この本編が始まる前に僕今のこの普通の吉野圭吾の状態で前説やってるんですね。前説が終わってスタートですって言って本編が始まった瞬間にメイクと着替えをやるんですよ。ですよね。はい、ですのであれはいつも焦るんですよ。何回かあのこうアイライン引く筆で眼球ついたりしてますから、ね、慌てすぎて。はい、山本さん、ちなみにニコプロは何回か出られて。ニコプロ今回は2回目です、ね、あ、2回目、あ、はい、なるほど。じゃあなかなかやっぱ慣れないですよね、このコメント嫌い。しかもスタジオの場合モニターとこのパソコンの画面が違いますからね。はい、そうです。リアルタイムはこっちですから、ね、はい、この時間下がると思わなかったですね。あ、で今は閉まってますか。いや違います、こっちの方がちょっと遅れてくるんで。これね、あのレフェリー役というか、ね、まあ、その連部官というその試合を裁く、だからなのでレフェリーとは言いません。でも何の仕事をするのって言われたらレフェリーです。はい、山田さんって言うのよ、ね、だいたいもうすぐ出てくるんですけど、はい、まあそういうことです。マスクしてないから、まあ、今の時点は完全に山田さんの顔に塗ったって感じですからね。そうです、あの基本的にこの魔界ってやっぱり日本の歴史ものですんで横文字は使いません。なので1、2とは言いません。1つ、2つで、数えてますね。最初の頃はね、どうしてもこう特に丸め込みが入ったりするとついつい1って言ってしまう癖があったんですよね。それを殺すのが大変でしたけど、新木場以外ではね、先日あの志田ヒカル選手の自主興行が新宿フェイスでありまして、はい、あのそこで魔界提供試合ということで、はい、初めて新宿フェイスでやったんですが、あそこもまたいいんですよね。
なかなかと思う。別にナポレオンとかそんな戦わないですから。ナポレオンとかあのルイ十何世とかが出てくるもんじゃないですから、ね。なんでトラってフランス語ですか。フランス語ですよ、ね。はい。あの柔らのイメージが強いですね。柔らのイメージ。はい、あ、そうまだお若いんですよね。あの柔らちゃんって、ま、アニメですよね。知ってはいるんですが、はい、なかなかこうどんなんだったかって言われると分かんないですね。はい、あの中にこう出てくる、まあ、キャラクターで、はい、元がバレエやってた方がいるんですよ。ああ、はい、はいはい。で投げに入る時 の, そのタイミングの取り方で、はい、アンドトワーって数えながら、ね、山本博士の漫画知識、やわらちゃん知識が出てくるという。なるほど。多分ちょいちょい漫画のことは挟むと思います。あ、全然あの漫画好き。さあ出ました、この壁のこういう特殊効果が出る。これはあの前田刑事がそのまさに漫画みたいに敵の前にこう壁を作って自らを防御するというなので、ね、このように攻撃できません。ウルトラバリアみたいですね。そういうことですね。あのウルトラバリアはわかります。ちょうど同じ声とか出ましたね。残念ながら後ろには壁ができてませんでしたね。後ろから優しさパチンと。意外とあれですね、田辺さんと同じような考え方する人が視聴者にいらっしゃるようですね。そうですよね。そういう世代の方ですかね。あ、もしかしたらそうですね。おちゃらけてるようではありますが、前田刑事にしっかりやるときはしっかりやりますので、ね、僕は激しすぎて記憶を全部飛ばしたことがありましたからね。ありましたね。はい、控室でずっと、試合終わったんですか、今日マカイ本当に終わったんですかってずっと言ってましたからね、あの時は。でもそれは初めてだったらしいですからね。あの初めて飛んだって言ってましたね。あのよく試合中にこう記憶飛ばしてみんなこう本当に終わったの、俺今何してんのっていう選手のことを嘘だと思ってたって自分で言ってましたからね。あれみんなふざけてんだと思ってましたけど、え本当に終わったんすかっていうのをまあ20回ぐらい言ってましたね。だんだんあのいじるのめんどくさくなってきましたから。本当に心配しなきゃいけないですからね。なんかね、あの三輪さんの場合心配できないんですよね。ちなみに本日の放送で魔界自体をこう初見という方はどれぐらいいらっしゃるんですかね。そういう質問こちらができるんですね。あ、そうです、はい、こうやって、まあ、どれぐらいの方が、まあ、魔界初心者なのかというのをこう、あ、いらっしゃった、この手を挙げたところ。そうです、あのこれあの挙手ということですね。はい、はい、ノーってやつ少ね。全然ゲーム、あ、へへってなんだよ、へって。ちゃんと手を挙げろ、ちゃんと手を。普通の試合で一つっていうことはないです、ないです。あ、そういうことなんですね。挙手の逆ってことはののへ、一人見たことがある人がいたとか。すいません、ありがとうございます。あのへ、ちょっとこう我々も大きい会場でやりたいなとは思っておりますんでね。農民っていう言葉が出てきてる人はもうあれですね、常連ですね。あ、安房のことを農民っていう。ただちょっとこの件に関してはまだ触れないでおきます。どうしてもね、やっぱこうストーリーが重視のイベントですからね、あまりこう紐解きすぎてしまうと見てて面白くなくなってきますね。魔界クラブではない。
そうです。魂が呼び出されたからというか、ここにいる魂は一度死んでますんで、まあその生き返、この現世によみがえるにあたってのって何ですか、門が出ると言いますか、そういったことですね。そういったことだったんですね。はい、なのでこうみんなこう、これね、全部本番前に手書きなんですよ。めっちゃみんな行列なして書いてもらってるんですよ。やばいやばいって言いながら、やばいやばいって言いながらね、いろんな人がやばいやばいって言う。いや、手書きなんですよ、手書きなんですよ、ほんまに。そうそう、これ手書きでなかったらジムに行けなくなっちゃいますからね。そうです、掘ってたらやばいですね。温泉とか行けないですから。落ちないんですよね。なんか落ちない、なかなか落ちないようになってるんです。そうなんですよ、書き手さん一応一人なんですよ。最近手伝ってくれる人はいるんですけど、初めて書いてもらえたって嬉しかったですね。あ、本当ですか。なんかくすぐったくなかったですか。あ、まあ、全然くすぐったかったですけど、山本さん最初顔からでしたよね。顔から、コスチュームがね、どうしても全身のあれだったので、まあ、腕の部分と、肩から腕の部分と顔を取ってたんです。入り時間早いですよ。昼から書いてますから、会場で。これですね、皆さん、まあ、新木場に行かれたことある方だと分かると思うんですが、入り口入って左側、すべてテーブルを音響ブースとして使っています。音響ブースに常に人が6人います。なので音合わせとかそういうセッティングにもすごい時間かかるんですよね。みんなやっぱカッパカッパってくるじゃないですか。はい、みんなカッパ好きなんですよ。カッパ好きなんですね。場外でカッパが映るとカッパって言うんですよ。あれ別の種類のカッパです。はい、別の種類ですか。トリプルシックスにいるのと別のカッパです。はい、そう、ロープでチンチンを打たずに見事ミサイルキックが決まりました。さあ、そしてチンチンは大丈夫ですか。チンチンは大丈夫です。はい、大丈夫です。ね、フンコとタンクがセコンドなら心強いなってこう言われますけど、いかんせん他が全くの素人ばっかりなので怖いですよね。連武館は僕だけです。大体みんなそうなんですよ。最初はわけわかんないですよ、みんなわけわかんなくて、もう前回とかわけわかんないって言ってた人が泣いて帰ってたんですから。泣きましたね。そういうもんです、魔界とはそういうもんです。中毒者が続出してますね。ありがとうございます。力もあるかもしれないですね。その辺のこうなんていうんですか、バンドマン目指してますっていうようなタイプの人たちじゃないんで、もう完成され尽くしてるプレイヤーが来てしまうので、あるとしたらこう音楽をなんかやろうとしようとした時に警備員がやってくると思うんですね。いやいやいや、我々は許可取れてるところやっていいところでしか来ないですが、はい、歴史の授業嫌いな人はね、魔界見て面白い、歴史面白いと思うようになってから勉強するとね、すごい、なんていうんですか、学習能力が上がると思います。
うまく受けれる選手というか、できる選手しか集めてません。さあ、主役でありヒロインの鶴姫、下ヒカル選手ですね。この二人はもともと恋仲という恋仲であり、この安成が家臣でありました。そしてこの佐藤悠基選手がしている安房が、この鶴姫の兄という。記事に関しては本人からもこの声に愛着が湧いているから、このままで行きたいという意見もありまして、当面はこのままで行きます。そうですね、なんかあの変わっちゃうとなんか寂しい気がするです、ね、そうなんですよ。なんかこの声にすごい皆さん愛着を持ってるので、このままで行くつもりです。さあ、まもなく有料になりますよ。さあ、ポチっといた方がええんちゃうか、ね、そうですよ、この後いろいろストーリーがガンガンすごい動き方しますからね。でもお高いんでしょうね。何の時でも来るよな、絶対。リコプロは540円だよ、540円。月540円だよ。月額ですかね。月額1回じゃないですかね。そうですよ。ここは一つ、あいつらに呪いとを捧げてやった。さあ、ここから見ものですよ。CD より安いっていう。確かに。まあそうです、そうじゃそうですけどね。持ってきますかっていう。まあそうですね。まあでもニコプロも別にパソコンで、パソコンがあればどこでも見れますからね。はい。魔界チャンネルは魔界のことであったりとか、まあ、魔界関連にこう深く、特化したチャンネルですからね。ニコプロはプロレスチャンネルですから。でも魔界はプロレスじゃないって言い張ります。前田刑事という。ああ、でも前田刑事なの。前田刑事なんで刑事刑事っていちいち打ちにくいんで、アルファベットでいくんですよ。僕もいいじゃん、って言われて。藤田さん、最近、この踊る会は、稽古の時、踊りの練習しかしてない。ちなみにこの風神、このギタリストの伊沢さんは、あのベイビーメタルの神バンドとして現在活躍されております。神です。難しい。
いや、あまり触れないようにはしてたんですけど、まあ、拾わないようにはしてたんですけどね、拾われてしまいました、そして反応しましたが、あえて拾いませんよさあ、ぜひともね、皆さん、この先の展開、ご入会いただいてご覧いただきたいと思います。本日は、2公演ございますので、この先もたくさん、面白いものを見せますので、ぜひともご入会いただきたいと思います。ベビーメタルから KG までという分け方がよう分かれへんからね。実はね、風神のライジングって書いてますけど、ライジングを作ったのはオンマなんですよ。確かに風神がいるとすごいことになるんですけど、ギターをご覧ください。これが特別編集版ですよ。だってそんなところで弾くんだって感じの弾き方してますからね。この伊藤さんはですね、8弦ギターを当たり前のように操る人なんですが、魔界では普段、あ、山本さんがいらっしゃいます。先ほどは7弦ギターでした。見ると黒いですね。黒いですね。この時まだそんなストレスなかったんですね。さあ、皆さんお待ちかねの土方歳三登場でございますよ。新選組室長、土方歳三。修造ではないです。はい。でも確かに心僕修造だったんですよね。あ、なるほどね。土方修造って分けるんだね、このコメントね。この方はね、レスラーじゃなくて俳優さんです。そういえば榎本さん、自分のこの土方を映像でご覧になるのは初めてですよね。何回か見られてます。ですね、こちらです。YouTube とかに。あ、なるほどなるほど。はい、お客さんが撮ったやつですね。はい。そうなんです。魔界は会場での動画撮影が OK となってますんで、前代未聞なんですが。すごいシステムですね。はい。撮って皆さん上げてくださいねっていうことです。さあ、アキラさんが登場してまいりました。黒魔術の侍大将としてこの魔界によみがえる。阿部の聖人、お前に聞きたいことがある。この魔界、大きな変化が現れている。聖人の蝶や因縁が人型を支配し始めている。これはお前の夏の技。お前はどうなる。団長です。あ、劇団ボディブルースの団長。団長です。団長、ムービースターですよ。自らの暴力を唱え裏切り。ザインさんっていう人も古くのウルトラマン好きですよね。お前の中でも生前の仮面ライダーか。因縁の苦しみを今、
お前を襲っておるのではないか。バカなことを。わしにそのような良き心は宿しておらぬ。やはりせいぜい、お前の仕業であったか。私の力ではない。残念ながらまだ私の力、そこまでには及んでおらぬ。騙されぬ。ユバ、せいぜい様、わしと戦え、せいぜい。でなければこの女、このまま首に殺してくれるわ。よろめす。まだ必死なの話しないし。よろめす。よろめす。いでよ。よろめす。よろめす。しかも最近この曲がかかると誰か分かるようになってきたんですね、お客さんも。さあ、会員会場長、マシモケンゴ選手が演じます村上武雄です。そうですね、最近もう武雄が出てくるときはこの曲っていうのがもう定着してきてますね。素人たちの大袋をだ、素人たちの侍大将に挑むか。私はこの人の人間深き中、心に魂を交わすのもよかろう。武吉は玉尾さんと生きるさ。厳島の戦いでは武吉は毛利に味方して高津を追い詰めたんだ。依然とすればこれ以下の犬ではないぞ。バカを申せ。そうですね、やっぱこうアキラさんが役者として演じているものを映像で見るとなるとそこに被るのかもしれないですね。そうですね。しかもこのちょっと悪者感がまた、あ、確かに、はい、海賊が多いのはね、どうしてもこのテーマが大三島合戦をテーマにしているかなっていうのもあるんですよね。そこにこう土方とするってあれですよね。本当は直接は関係ないんですけどね。まあその時代を超越したものが出てくるのがこの魔界の面白さだ。この回だけのお話が進んでるとは限らないんです。先までの何か伏線があったりするので。似合いますね。似合いますね。似合いますね、この二人、本当刀持つと。そうです。よくお気づきで、連部官が不機嫌なの、本来の雇い主じゃないやつに呼び出されてるから機嫌が悪いんです。でも連部官の連はだいぶ違う間違い方されてますけどね。よく糸編で書かれて違いますよって言うんですけど、なんかもうハスです。ハスですよね。入浴中だったから機嫌が悪いっていうのは魔界チャンネルだけでしか言わない。魔界チャンネルの方では連部官がこう不機嫌そうに出てくると、あのお風呂入ってたのに急に呼び出されたから機嫌が悪いっていう設定にしてるんですが、そうですね、はいはい、さあ刀を置きました。両者己の拳で戦ってやるということでしょうか。プロレス界においてなかなかこの両者のシングルマッチって見ないですからね。石鹸の匂いがしますね。なぜなら掛け湯したところで呼ばれたからです。掛け湯に呼ばれたらどう不機嫌になりますよね。中途半端に寒いってなんだよ。ぬくもってたらまだですけど、掛け湯しなかったら拭かなくて済みますけどね。そうなんですよ、そうなんですよ。中途半端に拭かなきゃいけない。なんでこのプロレスファンの方がね、絶対に見れない豪華カードが普通にこんなん第2試合で絶対組んじゃいけないカードですから、はい、この試合ね、確かあれですよ、
すごい事故が起きるんですよ。なのでこうちょっとね試合にも注目していただきたいんですよ。僕はたまげました。そうですね。多分ね、これね、僕全部拾い出すとね、また大喜利が始まるんですよ。それ大変ですね。何かこう面白いボケを返そうかなと思ったんですけど、あかん、これは大喜利になって試合どころじゃなくなるっていう。いや、これ試合中にね、すごい場面が訪れるんですよ。それがあるから、あまりこう触れないようにしておきました。ね、こう技と言いますか、術を使うのもまた魔界の一つ、面白みの一つ。うん、まあ覚えてないというか、もう8月ですから、もう3ヶ月前の、でも僕も覚えてないんですよ、実は。あんまり、この見ながら思い出してくるっていう感じなんですが。ずっと今、設定的にはこう、全員、また別々のものを作る。そうですね、はい。人によって違う。プロレスチャンネルなので言っておきますが、この魔界の試合に反則はありません。まあ、反則なんか取ってたら最初刀でお互い見当てる時点でもレフリストップですけどね。術を使って優位に立てるんですが、大抵の人方が術を使うことによって自分の体力も消費する。実際に加藤団蔵が時止めを使いすぎて吐血するという場面がありました。まあ、ノータッチルールというか、まあ、試合権というものは全員に常にあるという状態です。たまにやっぱこう皆さんレスラーなので癖で後半に戻ってタッチしちゃったりしてるんですよね。そこはもうご愛嬌というか。そうですね、 MP を使いすぎてしまうとちょっと影響してくるというところがあります。ありがとうございます。このザ・ムービーを作るためだけに4カメを新木場に入れておりますのでね。さあ、ここです、ここです。なんと刀が折れた、刀が折れた。竹吉が掴んだら刀が折れた。あの折れるもんじゃないんですよ、あんなの。あの安っぽい、あの 木にあの銀色のペンキ塗ったやつじゃないですから、これ。刀の刃が折れるっていう、あの信じられない現象が起きてます。ハプニングです。本当にこの後はさっきの俺刀が折れてなければ、あの竹内二刀流で戦うつもりだったんですよ。ここはちょっと演出をばらしますけども、そう、二刀流を見せたいがためのシーンだったんですが、折れたので二刀流ができなくなりました。生演奏じゃないんですが、この竹吉がやり返してくるとこの BGM が変わるんですよね。
あ、こちらこの回から初登場、佐々木さやかさんですね。さあ、この歌によってこの清田高さん、明さんがやり復活してまいります。こういう演出もあります。そうですね、歌で復活するという。この日のプロマジックのギタリストの女性ね、サキさんを登場しまして、ボーカルも女性という、ちょっと色気たっぷりのプロマジック音楽サイトです。まあそんなにブレしなきゃ反則ってわけじゃないんですけど、ね、はい、暗黙の了解ですね。土方は自分で歌って強くなるんですか。それの体力も浪費ですからね、それは。警備員が召喚されるだけですか。警備員召喚って面白いですね。歌い出すと警備員が出てくるんですけど、いや、魔界鎮闘会って言われたんですね、それは。ぜひね、で自分の身動きが取れないんですね。あの、ニッチもサチも行かなくなるっていう。さあ、本当はね、ここで二刀流になるはずだったんです、そうです、その通りです。ヤリズブロードのサキさんです。さあ、爆裂拳に効果音が鳴ってますね。ここすごいのが、アキラさん、曲ぴったりで試合を終わらせたんですよ。すごいですね。感動しました、これは。さあ、葛西純選手を演じる久喜義孝です。この時はまだ葛西さんも地声で喋ってないですからね。はい、この声もまた合ってますよね。ちょうどなんかいい感じにマッチしてるんですね。はい、やってたりとか、あと、まあ、声優さんとか俳優さんにちょっとお願いして入れていただいているところもあります。
ちょっと大人の事情で、カットしてる部分があります。別に何や言うわけじゃないんですけども、あれって思ったのは別に事故ではありません。あ、そうです、魔界の鍛え方です。そういうことです。この状態で喋ってるときは耐えられるんです、ね、先ほどまではアクローだったんですが、もともとは魔界少女剣という軍団のボスなんです。ないですテンションが高いか低いか。そうですね、今のこのアクローの状態だと式紙でしかないということですね。魔界を始めた時は魔界少女剣というのがまあメインチームではありました。今は平しか残ってませんが、さあというわけで本編ですと、まあここから休憩に入るんですが、ちなみに本日はこの後も残機を放送する前に少し休憩時間を置きますので、トイレタイムをしっかりと今回も設けております。戦には万に一つの失敗も許される。ここは新しい戦力を試す時、わしはこの戦には負けはせぬ。そのためには手段は選ばぬ。サルバドレ、お前より少し後イタリアの血を引いたこの者は国を追われ、異国の地で死んだ。人はこの者をジャガタラオハルと呼ぶ。その正体は真の黒魔術ジェロニモ。その呪いに満ちた歌声を聞かせてくれ。しれーっとこの小豆洗いをカゲロウが踏もうとしてたんですが、怒られたんですね。足置きは映してもいいことが特にないので、はい、所詮小豆洗い。ふんどしはクレームの元ですからね。ケツが見えて不快だという、はい、そうしたリングの上なんてことでショーからお客さんが見てるわけですからね。そうなんです、そうなんです。どっかしらの人が、そのどっかしらの人が、ケツの見えてはいけないところが見えてくるんで。リングの高さですよね。そうなんです、ちょうどいい目線で見てるんで。そうです。この歌めっちゃ怖いです。
違うヤバさですね。確かに。だってなんか最終的に首引きちぎられるんですよ。あ、そんな歌だったんですか。なんかそんな歌だったんレッドシューズを運動さんってどういうことか、赤い靴履いてたってそういうことか。そうですね。さあ、黒魔術軍の一員であった影花をなぜか切り殺してしまいました。一体どういうことなのでしょうか。突然すぎて我々もよくわからなかった。赤い靴号はあの横浜の観光のバスかなんかですよね。イライラしてたから。この者の中に封印されし者を呼び戻してくれよ。救急に降りつるよ。この人はレスラーじゃないですからね。体はめちゃめちゃいいんですが、ただの役者さんです。違います、違います、役者さんですって言ってんだろ。角田さんって言いたいんだろ、それ。オカマイたちって言ってました。なんかまだ試合って、それはね、こう今しばらくお待ちくださいませよ。カッパって反応してくるでしょ、はい、すごいですね。カッパ好きです。恭平さんじゃない、恭平さんじゃない。助けてやるぞ。やめろ、おい。ユガ、こうしては俺、少しでも我らの力を増しておか。承知しました。おりやしゃよ、おいでなさい。封じ。お前、呪い歌に目を加えろ。
カッパは結構喋りますよね。そうですね、はい、カッパはあの割とベテランの役者なんで、あのそういう演技とかの学校の先生でも、あ、先生です、はい。はい、あの、アキラさんじゃないですか、普段からこういろいろその、初めてその、プレゼンの走りをして、どういう練習したらいいかというアドバイスを書いて、なるほど、じゃあ、ボディープレスの部分にはちょっとカッパのあれも入ってるってことですね、なるほど、じゃあ、 あの、これから初めてお芝居するレスラーの皆さんには、若干カッパの血が流れてるということですね、なるほど。そんなね、劇団ボディープレス、ぜひとも皆さん、ご期待いただきたいと思いますが、まあ、先ほどのね、山本選手の一番見ていただいたでしょうか、これはまあ、あくまでも土方歳三演じるのであって、またね、ボディープレスの方で別の役柄でしょうし、まさかそこ土方やったらびっくりしますよね。先ほどちょこっと見た、ライジングっていう曲を作ったのはこの右の方のエンマですね、この人ですね。特情報はね、まだちょっと出せません、それは、はい、ストップっていうのは、まあ、現在進行中のものでもあるので、2度目の登場ですが、この生演奏で入場するってどうですか。そうですね、天を仰ぎましたけど大丈夫ですか。僕あのつい最近まで生歌で入ってたっていう、ね、あ、なるほど、やっぱ自分で歌った方が落ち着くとかそういうことなんだ。歌われると落ち着かない。落ち着かないですあ、そうかそうか、そういう人山田さんしかいないですもんね。自分で歌いながら入る方が落ち着くって、あの気仙沼次郎さんぐらいですね。自分の歌で入るってなったら、なるほど。まあね、演奏も生ですしね。白いんですよね、地下の地上。そう、地下と地上真っ白できたからびっくりしましたけど、照明で飛ぶんじゃねえかって思いました。完全にあのビーバップ新選組って言われてましたからね。お前の宿営を今解き放ってやる。この者で。中村通りからもビーバップってことだ。そういうことですね。幕末を駆け抜けた誠の男よ。誰が入ってくるのでしょうか。複数じゃないですかね。さあ、これを被ってきたということは初登場でございます。新選組ゆうき、己の誠を貫いた愚直の剣、新選組局長近藤勇翔太。さあ、この日初登場の田中将人選手は近藤勇というわけでございました。局長と副長、伊地方としてお前は近藤を残し己が生き残ったことを悔い、そしてその悔いはお前の心の中に欲望へとつながる。だからお前は函館で死を選ばず、黒魔術にその身を委ね、永遠の生を手に入れた。それはお前にとっては死ねぬという。ちなみにあの今皆さんスマホがあることはね、あの近藤勇の画像検索していただいて当時の肖像画みたいなの出てくるんですが、マサトさんそっくりです。多分こんな人だったんだろうなって思ってしまうぐらいそっくりです。戦ってみたい。天然理心流をお前ではない、沖田総司に譲ろうとした近藤への挑戦じゃ。
真鍋さんのブログを拝見した時に、その並べる写真がありまして、はい、ありますよね、あれはびっくりしました、はい、こんなに似てるんだって。新選組の局長と副長じゃねえ、一人の男として久しぶりに喧嘩しようじゃねえか。このさ連部官、本当にまさに白対黒って感じですよね。色のコントラストがこれ同じ照明当たってるはずなんですけどね。レフ版みたいになってますからね。思いますね。撮影現場のレフ版ですね、完全に。それでは参ります。下手したらこれ近藤勇、場外とかステージ上行ったら見えなくなるレベルで黒いですよ。いや、ライト限界ですよこれは。ちょっと土方が局長を照らしてる感じですもんね。ここまで来るとハッピーニアマン言われても近藤勇やもん、ハッピーキトカンと思ってね。そうですね。あ、そういうことか、そのコスチュームがってことか。なるほどね。さらにどこにいるか分かんなくなりますからね。最近私は普段から真っ白なんですけど、はい、待ち合わせとか便利ですね。絶対見つけてもらえますね。あ、まあ確かに分かりますよ。そんな真っ白な人いないですよね。僕先週ちょっと韓国にいたんですけど、はい、まあ、韓国の地下鉄の中で全身真っ黄色の人が出てきましたよね。真っ黄色、はい、黄色いおばはんが乗ってきてちょっとびっくりしましたけどね。やっぱこう色にこだわる人っているんですね。そうですね、まあ、そういう色にこだわるという意味ではね、まあ、聞いた話ですけど、田中将人選手がこう焼いて焼いて黒人より黒くなったって喜んでたって話を聞いたことありますからね。戦いに関しては魔界でも珍しい因縁とかそういったもの全て関係なく、仲間内で目いっぱいのこう喧嘩をしたいという、2人がこう戦いたいという気持ちを持っての戦いですので、まあ、非常に美しい戦いと言いますかね。選手との対戦経験というのは今まで試合という形でしたことはなありましたか？タッグで1回でもあったぐらいですね。なるほど、じゃあそんなに深くは絡んでなかったという。うなかなかね、シングルとなると機会ないですからね。ないですね。会場に来られてる方に役名で応援していただくと魔界なんですね。いや本当に皆さん役名で応援してくれますので、はい、最初に初めて来られた方はみんな、まあ、副長って呼んでいただいてもいいんですけどね、全然。
例えばこう空気が戦ってて火災って呼んだらその人がすごい気まずそうな感じになるんですよね。ああ、そうですね。置いてるって感じになってしまうんで。いや白いですよ。多分山本さんが思ってらっしゃる周りの人間は80倍ぐらい白いなと思ってると思うんですけど、ええ、そしてその同じぐらい田中将人選手が黒いなと思ってると思いますし、そうですね、同じぐらいみんなビーバップだと思ってますし、はい、今このスタジオで、変な現象が起きました。後ろのニコプロの幕が剥がれ落ちるという、なんか変な魔力が。試合自体は普通にめちゃめちゃいい試合になってますね。心霊現象の話ですけど、はい、そう一回心霊写真を撮ってしまったことがありまして、はい、はい、今までプロレスでこう、トースポでこう、記事をうまく語ったことがないんですけど、はい、そう心霊写真の件で、裏一面を語ってしまうというですね。え、あ、そうなんですか。そういう事件があったんです。何撮ったんですか。市民内で記念写真を撮ったんですけど、はい、恐怖なんですね、はい、足の間にですね、はい、人の顔が、おお、ってしまう。怖え。あ、そのとその見てた人いるんですね。そうですね。ほら来た、大和さん、若いと歌わないんですかって聞く人がね、絶対聞く人がいるんですけど、機会があればね、機会、自分一人で歌う環境じゃないですからね、若いは。鬼シンガーがいっぱいいますからね。あ、今来られた方、田中誠さんは近藤勇、そして大和浩選手は土方歳三です。新選組対決になりますね。辛いですよね、普通に考えて。間挟まるですよね、はい、なんかそんな感じがします。さあ出ました、代名詞、一直線でございます、ね、一直線、一直線。ちょっと悩みましたけどね、土方が使っていいものかどうか。いや、まあ試合はね、その人のカラーでやっていただいて、まあ土方絶対にあの時代に幕末一直線やってないですけど、チケコじゃないですからね。そういうことね、チケコ、こけしの逆ということですね。ですよね、土方歳三が打ち入りで一直線に入ってきただけですよ。なんちゅう打ち入りしてんねんって話も。頭から突っ込んできたら、しかも逆向きでっていう。勝てる気がしないですいきなり障子のところから上向きに突っ込んでくるんですからそうですね、近藤勇もこんなに黒くないですね。まああの時代膝のとかなかったでしょうからね
嫌ですよね。うちに行って相手日本の仕方見してたら早く切れやって感じですよね。これ新選組なのうち入り前の訓練って思ったら嫌ですよね。事件が結局もただの十二択マッチみたいな感じになっちゃうってことですからね。ああ、なるほどね。でもこの辺行くと後ろとちょっと同化してしまいますよね。そうですよね。すごくいいし、おーっと返しましたよ。返しましたよ、藤方。あ、そうか、撮影する人はそのホワイトバランスっていうのを合わせなきゃいけないんで、そっち合わせると、あの、そうですよね。あの、肘方を取ろうと思ったら近藤泉が消えるっていうことになるんですよね。スーパーフライズの新鮮で屋根突き破って突入してくるから、あの、すごい打ち入りですよね。一人は屋根付きを振って、一人は細間から逆に飛んできて。結構ね、魔界の出演者みんなプロレス好きになっていきますよ。歌手もそうですけど。これは黒魔術に土方を染めようとしてるわけですね、高津さんが。少し黒くなってる人いますけどね。そう黒くなったら黒魔術ってそういう意味じゃないですよね。黒くなったら黒魔術になられちゃうぐらいだったら、ね、あのワイドハイターを差し入れしなきゃいけないですね。真っ白に漂白しないと。松井坊、まあ、お掃除という意味で。
さあ来ました、ザ・ライジング。さあ、切られたはずのコンボイサミが復活しました。聞いてみたレベルじゃねえね、基本的にライジングはもうメインイベント級の試合でかかるって感じですね。なので一時ね、このパワーアップするっていうのを誘った土方は相手のパワーアップする音楽班を切りつけに行ってましたもんね。あ、行ってましたね、すごいマジかよって言われてましたよね、お客さんに全然戦わないで切られてるって。そうです、試合をせずにミュージシャンを切って一発技決めて変えるっていうのをやってましたからね。だから音楽で復活したんだって。さあ、相手が歌の力で、声の力で上回りました。さあ、そしてやはり切られてしまった。世界の田中将人を刺しましたよ、近藤さん、近藤さん、トシよ、お前はもう負けねえよ、近藤さん、俺の血を吸いな、それでお前の呪いは外れる。ゲロはロリコンセプト、それツイッターのあれロリコンセプトにしてください、はい、悲しい歌と書いてないか、この歌のことなんですね。ありがとうございます。曲のタイトルも皆さん知っていただいている。これ休憩明けとかに入れてたんですけどね。するよって言いたがるよな、みんなな。
選択するとかそういうの言うなって、ここ家シーンやねんからよ。鶴姫が選択してきたわけじゃないから。試合前に見るやつを鶴姫が一旦選択して持ってきてくれたって、やめなさい、そういうの。脅迫はしてないから。これちょっとね、光の影に見えないですけど、新選組のあの誠のハッピーですから。そうですよ、だいたいこの後ね、一旦休憩を挟んで残機もやりますんで、11時ぐらいまでかかるかな、うん、それぐらいですね、だいたい。これと同じシーンが平バージョンで先ほどあったのを皆さん覚えていますでしょうか。比例してるんですね、これ。行動にぜひ注目していただきたいんです。今のね、解説しますと、抱擁しに行こうと思ったらそっと避けられるというシーンなんですが、これをね、稽古の時に大変でしたね。すごい、あの今だから言いますけど、残念な人でしかなかったんですよ、稽古の時にね。いや、それが、あの、新木場であのゲネプロやった時にできるようになられてて、すごい感動してね、あれ、家ですごい練習されたんですよね。嫁相手に練習してた。で、あの、そう、大和家では奥さんを練習台に使っていたという、驚愕の事実は、奥さんすいませんでした、本当に。ありがとうございました、その説は。あの稽古の時は全員が崩れましたもんね。あれをね、撮ってなかったのがすごい悔やまれるぐらい面白かったんですが、いやー大変ですね。大和系での特訓があってこその、奥様のご協力があってこそのあのシーンだったんですよ。はい、いや、実験台して一直線できないですよね。ねえ、ダメですよね、ただの DV ですからね。まだ家帰ってね、奥さんをこう抱きしめようとしてかわされるっていうことを繰り返しやってるっていうのがまた切ないですよね。すごい自然にやってくれて、あ、本当ですか。それは良かったんですけど、避けるのが上手すぎて、あ、なるほど、避けるのが上手すぎてっていうのが悲しいですからね。会場にお越しになると、ね、光手が流れてるって、ここのシーンはね、実はこれみんなで歌ってるんですよ。なので、この後ろ、僕らも何か歌ってるんですけど、ね、
たちね、よく考えたら魔界の女性陣別品さん多いですよね。レスラーも元に好きなそんな単純な理由じゃないよ。レスラーに失礼だ。レスラーに失礼やし、魔界の我々にも失礼だ。みんな中身が面白いと思ってやっているんですからね。我々も公言してるんです。中二病の人が面白いって思いやすいんですよね。やってること中二病なんで、本当に全力の。引退された白井美代さんが役者として、継続出演中でございます。そうですね、これもまた持ち込みというか持ち込みの証明だったりするので、音も照明もお金をかけてます。なので収支が大変です。はい、お姉ちゃん中二病ですよ。めっちゃ中二病ですよ。あの人、お前を助けたわけじゃ、誰にも邪魔されず、お前と手伝ってきたというだけだ。望むところだ。かかってきな。さあ、このまま公演が終わるという前代未聞の終わり方です。すごいですよね。この会場のね、声援を聞いていただければ。組み合って終わるという。この続きがこの後残機でお送りしますんで、皆さんぜひとも今の終わり方をしっかり頭に留めておいていただきたいと思います。漫画です。中二です。いやー、というわけでこれがね、今年の8月に行われました魔界愛花でございます。さあ、本田美波さん、いや、どう見ても魔界なんですよね、あれは。さあ、この回からは、佐藤悠基選手演じます、大堀安房が地声で喋るようになりました。誰がこう次からね喋り出すのかなというのを非常に気になってくるわけですが、いや本当にあの終わり方を映像で見てもしびれますね。誰が突然喋り出すかわからないので、それも魔界フリークとして気にしていただきたいなと思います。はい、というわけでご覧いただきました、8月に行われました魔界愛花をご覧いただきましたが、いかがですか、こうご自分でご覧になったこの土方歳三、はい、特別編集版ということでしたけども、はい、そうですね、うん、なんて言えばいいですかね、僕は。男の一つの、まあ一個の興行として、はい、すごい完成されてますよね。ありがとうございます、はい、まあ、その中でもね、このメインイベントとなる試合を、戦っていただいて、いやいやいや、本当に恐縮です。いやいや、もうこちらこそ、もう喋っていただけるね、すごい思ってた以上に喋っていただけるレスラー第1号として本当にいいお仕事をしていただいたわけでございますが、おさりでます、はい、この魔界、続編も毎月やっております、次回はですね、ちょっとこちら後ろにポスターがございます。12月の11日、2015年今年度ラストの、公演となっております、
こちら魔界絶命というタイトルでございまして、一体この絶命というのが何を意味するのか、初登場はこの田中稔選手、はい、まさかの超ノリノリということで、もう台本を覚えたと言ってました。早い、そして、芸能枠は保壇塾の長谷川愛さんが初登場ということで、この下に、宇田絵里香さんと小南由香さんも登場しておりますので、保壇塾から3名、そしてレディビアちゃんも、久しぶりの登場、いつも通りのメンバーがたくさん、出演しております。照明の関係で見えねえこのライトのおかげで、はい、今回はねちょっとこんな感じで白黒になってますが、一体絶命、誰が絶命しちゃうのか、特にあのこれ一つね、あるヒントを言っておきますと、この細川ガラシャが出てくると誰かが死ぬんです。毎回誰かが死ぬんです。なので一体誰が殺されちゃうのか、出演者はドキドキしているわけでございますが、今回も先ほどありましたべっぴんさんがドン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 という感じでございますね。ありますね、はい、今月は11日、あ、今月じゃない、来月は11日、金曜日夜7時から新木場ファーストリングでございます。なんとですね、先週の金曜日に11月公演を終えたところなんでございますが、おかげさまでこの12月公演プレイガイドを完売いたしました。素晴らしいですね。過去最速のチケット売り行きを、記録しておりますので、皆さん必ずお早めに、チケットをお求めになってご来場いただきたいと思います。画面の、ね、上の方にも後ほどまたチケット受付アドレス出てきますので、ぜひとも、そしてこのニコニコプロレスチャンネルを見たと言っていただければ、僕が褒められるというだけでございますので、はい、よろしくお願いいたします。それではこの後ですね、しばらく休憩時間をいただきまして、5分後ぐらいですかね、5分後ぐらいからこの続編魔界残機をお送りしたいと思いますので、後ほどまたお会いいたしましょう。それでは前半戦ありがとうございました。ありがとうございました。
こんばんは。はい、こんばんは。トイレ行ってきたか？はい、ありがとうございました。というわけで後半戦を再開いたしますってね、あの休憩してる間にコメント欄がめちゃめちゃ盛り上がってて、あすごい皆さん魔界のことでこう会話して楽しんでいらっしゃるってね、楽しみに見てたんですけど、誰役が似合うつって浜ちゃんイコール山って、それはひどいなってこっちで爆笑してたんですが、かっこんと皆さんトイレ行けてないですよね。そうです、皆さんトイレ大丈夫ですか？待たないですけどね、後半戦のあれ始めちゃいますから、残機をね、はい、次は、井本選手は、出ていらっしゃらない回ですので、はい、気軽に見ていただけると思います。さっきも言ってたんですが自分がお芝居してるところとか普段と違うね、様子を映像で見るとちょっと小恥ずかしいよなという話をしてたんですが、お気軽に見ていただいて、またこの回から初登場の選手であったりとか、はい、いろいろ盛りだくさんの内容もあります。そして楽しむべきヒント、さっきのアイカのエンディングを皆さんもう一度思い出してからご覧ください。それでは9月に行われました魔界残機の模様をご覧いただきたいと思います。それではご覧ください、どうぞ。2020年なんですね。2020年という設定です。2020年に地球が滅亡するんです。滅亡するのを防ぐために陰陽師の力で防ぐか、そして陰陽師の力で一度壊してやり直すか、そして黒魔術の力で全てぶっ壊して黒魔術の新しい世界を作るか、それの戦いなんですね。鶴姫、安房を取り戻すため一人通った安房に戦いを挑む越智康成。安成の元戦国の怪談師前田慶次、熾烈を極める、もともとそういう戦いです。なので三軍構想です。それをさっきの回で俺は説明するのを完全に忘れてました。でも皆さん分かってなくても楽しかったでしょう。そういうもんなんです、魔界は。なので固く考えなくていいですから。高杉晋作と再会するも手もなく破れる。土方歳三が一番出てきた、一番初めに出てきた回収が三軍構想の最低の生命が、そうです、魔界三剣力ですね。映画で現れた黒魔術の侍大将末高一応この安倍の生命の戦いを挑む式が戦国の海賊王村上武雄氏が現れ、高房と一対一の戦いとなる。前世での深い因縁を持つ二人の戦いは激戦に次ぐ激戦となる。今こちらおさらいをやってますね。あと一歩まで高房を追い詰める武雄氏、そこに現れた新しき黒魔術の歌姫ジェロニマの呪い歌で脅威の復活をした高房に武吉は敗れる。一気に武吉を喰らおうとするところを茎が乱入、宿敵の武吉を救う。そしてこの日のクライマックスは土方歳三の前に現れた新選組局長近藤勇、ね、土方の悲しき運命を救うため土方と戦う近藤。激戦の果てに土方は自分を取り戻していく。しかし近藤は突然現れた悪老王に斬られ倒れる。そこに末高房が現れ、土方を黒魔術に引き入れんと襲う。絶体絶命の土方に生命は風神と御魔を投入し呪いの根を捧げる。近藤が最後の力を振り絞り高房に反撃するも再びジェロニマに邪魔をされ陽炎にとどめを刺される。近藤は土方に自らの血を与え土方の呪いを解く。そして最後の最後に衝撃の展開、久喜と武吉の宿命と因縁がついに解き放たれる。悲しくも激しく、激しくも切ない、魔界の渦は輪廻する。戦う戦国絵巻魔界残機、解くとその目でご老じろ。ここからがオープニングですね。
誰にも邪魔されず、お前と決着をつける時が来たという時だ。望むところが、かかってきな。さあ、前回の続き、いきなり戦いの続きから始まるというこのありえねえスタートです。そうですね。あ、思い出した、この回も試合中にとある事件が起きるんです。プロレス的に言うとね、これはメインイベントのところがダークマッチです。線が壊れてしまいそうです。ついにカッパを取ってないのにカッパを探し始めてる人が出てきましたね。ぜひトースポとかに入社した方がいいと思います。だからカッパって恭平さんは出てない。うわ、ニコプロだな。一度まで出てますからね。言うても、もう来月で20回目ですから、ね。必ず月1回。必ず月1回です。はい。毎月作り変えてるわけですよ。この台本というのを稽古して。さあ、また、ドーマンの一声が。そしてこの笠井さんが初めて地声で芝居しました。
またカメラもええ感じなんですよね。ハッピーボーイちゃんじゃないです。最近うちはハッピーボーイちゃんですね。あ、そうなの。あの大和家でもハッピーボーイちゃんなんです。パパ嫌いを覚えまして、言葉。あ、そういう年頃なんですね。なるほど。まあ状況的には一緒ってことですね、森高とは。太郎さんが最初の頃この酒とかチェーンとか、ね、このず頭 の, この巻物なしで出てきて、はい、なんだただの太郎さんかって言われてたんですが、なるほど、そこからのセルフプロデュースがすごくて、はい、いい海賊っぷりになってきましたね。とはいえその実態はただの海賊であったな。海賊勢が偉そうに走り向かって、先ほどの負けるのことか。いや、まあお前の勝手にすればよい。海賊風情のお寺に拝見しておったら、悪を刀を押せる。確かに海賊の多い海行ったらこういう人いそうですもんね。山田さんって言うなって絶対誰か言うやろなと思ったけど、我こそはの人って後も覚えてやれよ。言ってる人は今の回から見た人なんだな。KGKG が前田刑事です。ああ、そこ正解が分からなかった。MC ってなんだ。クイズになってきましたよ。何でもいいやね、MC。 試合を定め、さあ前田刑事は完全に試合する状態ではないのに始まってしまいました。まあ、生命はもともとの、ね、雇い主じゃないですし、本当は対立しているメンバー軍団のところの人ですからね。
役立たずっぷりがいいですね。役立たずです。美少年対決ってどこのことを言ってるの？今戦ってるのはロン毛のおじさんだぞ。ね、ロン毛のおじさんだぞ。連部下のエデンスはタイヤです。はい。もしかしたらトルフィムが一番短いかもしれない。今のプンっていうのを思い出した人は前回の視聴者ですね。キャラクターがいても、あの難しすぎるとちょっと退屈してくるかもしれないですね。はい、あのね、みんなこの緑色が目に入るとね、カッパって言ってくるんですよ。衣装の変化がすごいですね。まあ、カッパいるよってね、なんかこしらえ始めるんですよ。他の妖怪もいっぱい映ってるのに、ほら、ええ、カッパって。いるですね。他の妖怪目もくれないですね。そうなんですよ。牛バテンっていうひねくれ者がいましたね。好きなんだな、みんな。刑事が鶴姫にも振られてしまいましたね。さあ逃げた。ですからね、どうしても。今もカッパに集中せんでええから試合を見ろ。いや、もうみんなが探してるのはリングの下におるから。どうなるの？いや、探さなくていいですからね。あ、もういいよ、もう。カメラ引いたらカッパいたってなるから、もう引かなくていいし、これ、引きのカメラはニコプロさんのカメラですね、これは。あんまりみんなカッパ、をね、意識しすぎると、今後はニコブロさんのカメラが常にカッパ入ってるアングルで撮られる可能性ありますから。えらい引き遠いなって。ニコブロさんいい仕事するなって褒められてるじゃないですか。喜ぶな、喜ぶな。そう、カッパどうでもいいし、それ正論。人間がチェーンで首絞められてるのにみんなカッパ探してるんですけどひどいお客さんたちですよね、本当に。
異界というか魔界ですからね。まあね、それはもう会場に来ていただいたらみんなめいめいの楽しみ方していただければ、はい、常にカッパだけを見続けていただいても結構でございますし、それは会場に来た人だけのお楽しみということでございますか。ジライヤ可愛いって言われちゃったらもう完全にあなたに2丁目かどっかで見つめてしまう。ニコプロはカッパ推しっていうか、ニコプロ民がカッパ推ししてるだけでしょ、それは。必殺技ドーマンの介入が多いですね。さあ、もうすぐ有料枠ですよ。あれ、もう花道に壁を。行かせねえよということですね。横から行きましたね。壁には幅があった。さあ自分でぶつかった。ストーリー分かったら見に行きたいと思ってたらいつまでも見に来ないと思います。とにかく来てハマらないと。で、多分来てる常連さんでもストーリーあんま分かってない人の方が多いと思いますからね。あのストーリーを分からなきゃっていう考えを捨てて見に来ていただいた方が楽しみやすいと思います。カッパは遅いだしただの中年バディですから。ストーリー分かんなくて全然いいですよ。皆さんストーリーの途中から見に来てるんですから。誰と誰が戦ってるというのが分かればとりあえずそれでいいんですよ。分かっていなくても面白いからそれみんな見えてしまうんですよね。そうなんですね。多分会場にいる人で第1回から全部常に見てる人なんてほぼいないですからね。そして20回ですからね。そうです、そうです。だって20回出てる自分でもあんまりよく分かってないです。
だって今の WWE のファンの人で WWF からずっと見続けてる人なんていないわけじゃないですか。はい、そうですね。見に来てる人がみんなこう言ってるわけですから。多分ね、中に携わってる人間で全てを知り尽くしてるのは真鍋さんだけだと思う。あとはみんな分かってない。面白いかどうか気にしてたらチケット売り切れちゃいますからね。そうなんです、そうなんです。もう今回プレイガイドが完売してますんで、ローチケイテも全部完売って出ますからね。さあ、脱婚の儀式で鶴姫が敗れてしまいました。魂を奪いなさい。奪う魂なんてあるしね、お姫さん。落とした魂はてめえで探しな。そこまで俺はお人よしじゃないですね。さぐれてますね。誰かに殺してほしいぐらいの気持ちなんですよね。人じゃなくて、ああいう風にかっこいいこと、何かしら意味のあることを言って帰るから人気者になっているんですよね。なんでしょうね、分かりやすいヒーロー像もあれば、悪いのにものすごい人気があるキャラクターもいたりして、鬼社さんの衣装っていう、昔はこうなんじゃなくてね、まあ元々その鬼社じゃなかったんです。あのジャミというキャラクターで、その時と着物がまた変わりましたからね。なんかもう鬼社も見慣れましたね。最初の頃はもののけ姫って言われてたんですけど。あ、見えますね。そうですね。もともと普段あのよさこいのダンスチームのメンバーなので、やっぱりこう着こなし方もうまいんですね。今ここで大津さんに全部同じチームの人たちなんで、あのこの両サイドの、ね、いるかげろうかげろうのよさこいの、はい、躍動というね、はい、あの躍動するというあの躍動の、はい、ダンスチームメンバーという、はい、海外で招待されていたりするぐらいの腕前の踊り子さんなんですね。そうなんですね、はい。あの先ほどもちょっと出ましたけど、角田信明さんが今歌を歌ってらっしゃるんですけど、はい、あのバックダンサーもやってるんですよ。なのであのパチンコであの前田刑事 の、はい、あの花の刑事を歌れる方とかだったら、はい、あのよっしゃ男歌っていう歌があるんですけど、男男であれのダンサーもそう武道館も出てたんです。おそのレベルの踊り子さんです。なのでこうね、レスラーと役者とミュージシャンにこう一流が固まってると思われがちなんですが、ダンサーも実は一流という。多分マジダンの歌声でもなんかショート実は池袋の歌声で、はい、見かけしてるんですね。あ、そうなんですか、はい、いろんなところで出てますよ。
さあ、この赤いクロマジスマークが出たときはちょっと危ないです。ビアちゃんですね。ここで兄、この鶴姫の兄であります安房が救出に入ってきた形で、まあ、実質のハンディキャップマッチといいましょうか。怖いですね、こうやって映像で見るとめっちゃ怖いですね。バテレンって久しぶりに。特別の術でフロイスを封じ込めることができるのでしょうか。これを切り返しちゃうんですよね。操り返すというか。さあ、そしてあの高房も使ってる遠隔打撃、すごいですね。何でもできるんですね。何でもできちゃいます。初登場のディオみたいですね。ジョジョン。そうですか、大事な話ですね。あの漫画例えがやってきましたね。本当にこのリアちゃんのこの表現する狂気というのがすごい怖い。ルイス・フロイスが初登場するまでに稽古に来ては2時間ぐらい真鍋さんを捕まえて、はい、このシーンの時フロイスはどのような心境なのかっていうのを全てこう聞いて、めちゃめちゃ時間かけてこのルイス・フロイスの役を作ってるんですよ。フロイスは今までずっと、まあ、地獄に閉じ込められてきてたんですが、魔界に出てくる時だけその地獄の苦しみから解放されるんですね。でこの戦うことによってその地獄の痛みから解き放たれるという。なのでこのずっと笑ってるんです。爆笑しちゃってますからね、もう。さあ、ここで何かを呼び出しました人影が、初登場シュリ選手です。さあ、フロイスは自ら一度退いて、この戦いをシュリさんに託しました。一体何役なのか。
でも今曲がかかってるのは、ね、完全に黒魔術軍側が元気にやる曲がかかっちゃったんですね。相手の得意技を盗むという特技があります。なので今古物の術を自ら安尾さんにかけたんですね。はい、思い出してね。すいません、そこもさすがに分かんなかったですけど。さあここでギタリストが一人追加されました。オンマー、これは御苗字側のギタリストですので、ここで対抗していこうということでしょうか。本間の音色によって鶴姫がちょっと蘇生し始めました。いやもう化け物ですよ。まさに昔見てたプロレス の化け物外国人です。カッパってつぶやく人いるんだなぁ、みたいな。しかし加藤団蔵が、そうです、ね、MP がもう切れてるんです。消えた。もうあれだ、暴露された後だった。そう、ずっと兄だと思ってたんですが、はい、実は安房は兄じゃなく、本当の兄は恋人だった安成だったんです。おお、そういった背景があるんです。複雑ですね。すごい複雑なんです。それを暴露されたことによって鶴姫は思い悩んでやさぐれているんです。ずっとお兄ちゃんだと思ってたあの安房は実は赤の他人だから、さっき、はい、あの農民って出てたじゃないですか、はい、あれはただの農民だったということです。泣かせるシーンですよ、ここは。お兄ちゃんだと思ってたのはただの百姓のせがれだったんです。
盛り方も可愛い子供だった。見つかるといいな、かわいい心の。これね、こう加西さん、こう普段からツイッターでこう息子さんことをね、すごいかわいがってらっしゃるっていうのが結構ダブるんですよね、今の人、うん、なので結構泣かされると言いますか、うん、さあ、おっと、これは竹吉が、サイコさんは14年間プロレスデビューして14年間初めて喋ってます、ここで。おお。本当に貴重なところですね。はい。だったらじゃあなんで黒魔術助けたんだ。俺が助けたのは黒魔術じゃない、あの女の子だ。マジ？あいつは霧ヶ谷の才蔵霧下の忍者真田幸雲が疲れた負の位置だ。忍びが利用されて死ぬ姿を俺はもう見たくない。それだけだ。実は引退した5日後なんですね、はい、で引退して5日、引退試合まで全く稽古してなかったんですよ、でこの出来です。すごいですね、はい、ですよ、引退の5日後ですよこれは。高尾材が踏めないんですね。魔界少女系ね。わしは見誤っているかもしれない。そうです。あのケツが不快だということでこの回からモンペ履いてますね。それが下げられない。自粛バージョン。はい、自粛バージョン。自粛というかモンペの刑に処されているんですね。今一瞬ゴレンジャイに見えた。ゴレンジャイ。ゴレンジャイ。そっちもですね。勝負はやってみなければ分からない。
そう、まさに緑二人っていうのがゴレンジャーになったんですよ。まあこれまたなかなか組まれることのなさそうなシングルですよ。ないんですけど、びっちり入ってるから。もうなんか緑って言われて。ちょっと今緑、なんか奇跡的に1体増えて3人になってましたけどね、今。カッパの、カッパはカッパですよ、まあ、別に役者ですからレスラーじゃないですよ。ザ・ロックなわけねえだろ。無駄遣いにも程がある。あの宇都宮海斗というあの役者です。中にはいることに慣れてないからしゃあないって言ってたら怪我されるんで逃げてください。ケブラーダとかをやるとね、あのやっぱ皆さん逃げないんで、大体あのケブラーダ行った選手が乗いて、受けた選手が乗いたらその下に運命が出てくるんですよね。時はゲスなりって言われてましたけど、最近はちょっとずつかっこよくなってきましたからね。あの私が初めて出た時もなんかすでにゲスなりっていうので、あ、そうです。あの頃はまだゲスなりでしたね。あ、はい、あ、そうです。こう鶴姫は入ってくるんですが、先ほども言いましたように恋人だったはずなのに実はお兄ちゃんだったと。しかもそれを安成は分かっていたんですよね。ってなったら妹からしたら気持ち悪いですよね。そうですね。気持ち悪い。そう、だからこういうことになってるんです。あれじゃあ相変わらずゲスなりってことですか。まあある意味、まあ、もうおざなりって言われてますみたいにね。メロドラマ感というかね、あの韓国ドラマみたいになってきました、だんだん。あのカッパはあれですよ、絡むとすぐフォローしてくれますからね。ツイッターやってる方ぜひでもね、あのカッパをカッパをフォローしたら必ずフォローされ返されますし、はい、死ぬほどリツイートしてきますからね。魔界のことつぶやくのめっちゃリツイートしますから、ね。キューって言ったらいいです。あの連部会にフォローしろって言われたって言ったらいいです。ほんならあのフォロワーがガッと増えるから、連部会に言われたのでフォローしましたって。
非道丸に皆さんお菓子を与えないでくださいね。お菓子ばっかり食ってあのブクブクと太っていくので。性癖をそこで満たそうとしないでください。こしは何でも好きなの？じゃがりこが特に。じゃがりこなんですね。赤ボニーの高いものだね。まあ、じゃがりこあげたらフォローしてくれると思いますよ。なので簡単に餌付けされますから皆さんやめてください。こういうの鳩より餌付けします。されやすいですからね。私の出身地ですけどね。多分そこに何かあれなんですよね。欠けてるんでしょうね。そうそう、秘密で魔界をやるということですかね。秘密はアクアマリンスタジオっていういいとこがありますよね。あ、本当ですか。はい、音も良くて照明も良くて、なんかスタジオとかにも使ってるはずなんです。魔界をやる会場ってリングが置ける音、照明、スクリーンっていうのを必ず揃っていないとできないんですよね。あと真っ暗にするとかができないと。ハイビルなんですよ。良いです。はいはいはい、雰囲気もありますし。なるほど、雰囲気いいですね。雰囲気も欲しいですもんね。さあ、今安成が狙おうとしたのは鶴姫の必殺技が大堀の魂ですね。俗に言うボマイエってやつ。とかだとね、ちょっともう規模が小さすぎるんですよね。確かに見えそうなんですけど、今ご覧の通り、この新木場で人が入りきらない状況がもう1年以上続いてますんで、白目にもボス顔にもならないかな。やっぱり新宿フェイスっていう声がでかいですね。大きいですね。あそこちょうどいいですね。確かに。なんかだいぶ先輩だよ。多分大学のこと言ってると思うんですよね。あ、そうなんですか。そうなんです、はい、同じ大学なんですか。同じ大学なんですよ。僕も大学キャンパスは違うんですけど、はい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 、キャンパスさんがおはようって言ってるんで、はい、僕は大阪大学なんですけど、もしかしてです。あ、東農大って東京農業大学。そうです、はい、あ、なるほど、僕めっちゃ近所ですね。あー、そうなんですか。はい、僕ジムが東京農業大学の目の前です。あ、そうなんですね。はい、あそこの世田谷の世田谷通り沿いの、はい、あ、なるほど、あそこにいらっしゃったんですね。何年か住んでましたね。あの辺に、はい、めっちゃご近所、その時から俺住んでたらご近所さんだったんですね。そうなんですね。さあ、決まってしまいましたが、あら、おかまが
危うくここで性転換手術されてしまうところでしたね。さあ、さっき時止めに出てきて血を吐いた団蔵がまだ出てきましたが、さあもう術が使えません。いずれはやりたいですね、あそこ。さあ、もともと安成と丹蔵も違う派閥のはずなんですが、ここは共闘してますね。さあ、千代美が入ってきて、おっと、ここで主君の高房を術でくくってしまいました。これは裏切りですね、完全に。さあ、首を取らずに足を切りました。女として生きる。しかし、それもまたよろしか。さあ、このタイミングちょうど結婚を発表されて、まあ、引退して結婚を発表したタイミングだったんですが、白井美代さんと望月千代美がリンクしてるんですね、ここに。はい、そうです、レスラーとしてなく女として生きる。もう皆さんお察しだと思いますが、一応補足していきましょう。完全に団蔵と千代女は恋仲です。で、忍び仕事としての主君であった高房を裏切って恋仲であった団蔵を助けた。で、裏切ったのにそれを許してくれたということですね、高房が。さあ、これは一体どうなることやら。心霊映像じゃないですからね、後ろに人いますからね、これ。あの、悪老がいますよ。邪魔立てすると、お主というのも、わしの敵では。それはどうか。試してみられるか。眼中腰に蜂が立つ。御用腰陰陽に将棋。
レスラーだけじゃなくて役者もこのように戦いますよね。これがね、この次の月がもっとすごいことになるんですよ。うっすら映ってるだけで終わってしまいますきっと次回放送がね追いついてくると思いますので、皆さんご期待いただきたいと思います。何かを持っています。モンハンに出てきそうな、ね、そうですねこのために作ったんですよね、これも。おお、はい、さあ、他業種の登場曲は生演奏です。興行のエンディングとしてこの興行のオープニングをこの2人の戦いで終わり、そして始まりました。そしてまたこの2人のシングルマッチが、槍と薙刀ですね。武器が似合いますね。似合います。なんでしょうね、この似合いっぷり。でもこう稽古でもよくあるんですけど、はい、キャラクターによってこの刀の持ち方が違ったりするんですよね。はい、竹吉だとこう絶対にこう両手で持たなくてこう肩に担いだりとか、そういった演出もこう楽しみであったりするんですね。山本さんも最初土方は刀でしたからね。そうですね。ギタリストの方を切る。そうですね。ギタリストを切ってましたね。曲を止めてましたもんね。
使い慣れた武器の豪華というのは槍を持ってきておきながら、そうですね、ただこの椅子でこの後事件が起きるんです。ここです。背もたれが抜けます。座面じゃなくて背もたれで人の頭を抜くんですが、あそこ抜けるはずのないとこなんですよね。というわけで、この後、竹吉額大流血です。結構な出血でしたね。結構ばっくりいってましたね。食ってますね。はい。僕もいろいろこう椅子攻撃はね、昔からファンの時代から見ましたけど、背もたれだけ抜くっていうのは初めて見ましたね。そうですね。音楽とか演劇のファンの方ってね。ビビると思うんですが、皆さん血のりだと思ってるんですよね。はい、なのでこう最初はあんまりビビらないんですよ。ただ時間が経つにつれて増えてくるじゃないですか、血の面積が。はい、それを見て、え、血が出てるってなって場外に来た時にイエーってなるんですよ。はい、もうその人たち見たら一発であのプロレスファンじゃないなっていうのが分かるんですけど、ね。はい、そうそう。でこうね、汗と混じって血が飛んでくるじゃないですか。はい、僕実際売店でこの日の後に、はい、あの白いこうパンツをお召しになった女性の方に、はい、すいません血がついちゃったんですけどって言われたんですよ。あ、すいませんでしたって言いました。どうしようもない、汗と一緒に飛び散りますからね、血も。しかもこれだけ血が出るとよく飛ぶんですよね、こういう瞬間に。はい、プラバギの実況だったら戦いの聖水って呼びますよね。まあ聖水ですよ、確かに聖水ですよ。よくやりなさい。はい、うん、最近の FMW とか見てる大仁田敦に声援を送ってる人でもなかなかそれは受け入れてくれないですよね。そうですね。何日か連続して大仁田さんの試合に絡むことがあって、最前列でこうやって浴びてるし、よく見たら同じ人やったってなりましたからね。さあ、割れた額を打ちつけていく。この辺りからあの最前列の演劇ファンが、あ、これマジで血だって思い始めるんですよ。竹内の出血も珍しいんですけど、あの要は真下さんが流血してて笠井さんが流血してないっていうこの絵の方が珍しいんですよ、ね。なるほど。真の声を呼び戻せ。
前で息子を切られるという父親としてはもう、いやこれはとんでもないですね。これやっぱお子さんを持ちなので、はい、分かるでしょうこの気持ちが。どうも逃がしよった。不器用関ヶ原であるかお前を命かけでもいたかどうか家康に直訴して証明を請うたのだ。自分の命をかけてな。何だと。しかし一歩遅かった。森高の使いの方が到着する前に入手が。お前を救うため竹吉は自らお前のもとに走った。しかしお前はすでに腹を切った。この笑顔ですよ。この魔界は確か16回目か17回目かって言ったところでしょうかね。戦うか。おーよー千里さん、あやつらはアスリシ互いを認められる。それが武士というもの。悲しいものなのです、武士。お前の夫もそうだ。レンブタ、ボンマ、戦いに身を捧げよ。ああ、ここからこのどっちが復活するわけでもなく、戦いに勢いを持たせるためのライジングです。そうですね、もう今計算をされ尽くしたと言いますかね。そういうところもまた誘えますね。そうですね、この曲が来たらとかいうこの魔界のパターンが分かってくるんで、はい、それでやっぱりこう一回見出すと気になって気になってっていう形で常連さんになっていただける方が多いですね。やっぱり